はい、こんにちは、花です。今回もボイスブログを聞いてくださってありがとうございます。ですね、今回またね、ボイスブログとか音声ブログのすすめみたいな、そんな感じの話になるんですけど、まあ、タイトルは、アラフォーからは音声ブログを始めるべき理由みたいな、はい、そういう話をね、しようかと思います。よくね、結構ね、30過ぎると走り出す人って増えるって聞いたことありますか？30歳超えるとね、人間ね、走り出すみたいなんですよね。それなんでかっていうと、やっぱりね、30近くなるとだんだんこう、体の衰えを感じ始めてですね、筋肉とかね、健康面でですね、ちょっと心配事が増えてきて、そろそろエクササイズでも本気でやろうかな、みたいな、そんな感じで、ランニングしたりとか、ジョギングしたりとか、まあ、その他にもウォーキングとかね、筋トレしたりとかね、そういう人たちが増えますよ、という、そういう話なんですけど、まあ、できればですね、私的にはですね、ブロガーの中でもですね、40回ったら、喋るブロガーが増えるみたいな、そういう現象が起こるといいかなとか思ったりするんですよね。まあ、それはなんでかということを、まあ、今回もお話ししようかなと思ってますので、もしよかったら最後までお付き合いください。はい、やっぱりね、その理由の、まず一つ目はですね、目ですよね。まあ、30代後半とか、まあ、40代ぐらいから老眼がね、普通入ってくる人って多いと思うんですけど、まあ、それでなくてもですね、最近はやっぱりスマホとか PC とか結構眺めてる時間って長いじゃないですか。ですので、どうしてもね、目の疲労がね、こう溜まってくると思うんですよ。スマホ老眼とかいう言葉もありますよね。ですので、まあ、ブロガーとかね、まあ、ライターとかもそうだと思うんですけど、どうしてもこう、スクリーンをね、ずっと見ている時間が長いので、やっぱりこう目をね、どんどんブルーライトにやられてるなっていう感じがね、するんですよね。はい。で、やっぱり目のね、健康っていうのはなかなか最初そう、自覚症状が現れないと、こう、意識できないというかね、気づかないものですけど、やっぱりこう、ちょっと、あれと思い始めたら結構ね、どんどん、老化というかね、退化というか、悪化ですかね。ね、激しくなってしまうことがあります。でもちろん老眼のね、になったりですね、メガネを作ったりとか、そういう話もあると思うんですけど、メガネを作ってもそれはやっぱり根本的な原因の解消にはならないので、あくまでもこの対処療法というかね、はい、そういう形になるので、自分の健康を取り戻すという意味とはまた全然違ってきますよね。ですので、やっぱりね、目ってね、大切だと思うんですよね。視力というかね、眼精疲労と言ったりしますけど、やっぱり眼精疲労って目だけで終わらないこともあるわけですよね。例えば頭痛とか、肩こりとかね、まあ、全身に広がっていくような、そういう怖い病気ですので、できるだけそれを防ぐためにも、前もって予防するためにも、こう、まあやっぱりブログとか何にしても、こうスクリーンをずっと眺めている、凝視するという時間はね、短ければ短い方がいいと思います。だからね、私ね、本当は実はプログラミングとかも勉強しようかなと思ってたんですけど、もうその道はね、諦めましたね、ちょっとね。まあ、今からやってもどうなのかな、もうこうなんていうんですかね、専門家が進みすぎてて、今からやってもそんなに使い物になるかどうかもわからないし、自分が合ってるかどうかもわからないし、そもそもこの、やっぱりね、このプログラミングの小さいコード、文字のコードを眺めてるだけで、結構目がしんどくなってくるので、そうだったらね、そういうプログラミング得意な人に、ま、任せてですね、自分は目を守ろうというふうに思いました。ですので、私が音声ブログを始めようというか、音声ブログとかボイスブログにだんだんこうシフトしていこうと思う一番最初に考える原因はやっぱり目なんですよね。目の酷使を防ぎたいというのがあります。はい、はい、その次はですね、やっぱりそこに関連してくることなんですけど、どうしてもやっぱりデスクワークが多いと、もう体がね、あちこち凝ってくるんですよね。もうどうでしょうかね、20代でも30代でもそういう方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。ずっと座って、どんなにその
なんていうんですかね、オフィスの環境が整っていたとしても、椅子とかね、テーブル、デスクとかね、いろいろこう調整が効くような環境であったとしても、やっぱりね、数時間連続してデスクワークをしていると、肩こりとかね、腰痛とか、あとこう姿勢がどうしても悪くなってしまったりとか、で私の場合はこうタイピングが仕事だったので、ウェブライターから始めたので、このタイピングのお仕事をね、結構取ってたんですよね、昔はね。でもだんだんこう、やっぱり手というか腕というか指とか肘とかその辺が凝るようになってきて、ウェブライティング、ウェブライターさんとかでね、腱鞘炎になる方も多いんですけど、まあそれがね、重症化する前に、ちょっとそろそろウェブライティングの世界からも手を引こうかなと思ってたりするんですよ。ですから最近はね、音声入力とかでされている方も増えてきてますよね。私も時々音声入力で、文章を書いたりとか作ったりとかするんですけど、やっぱりそれでもね、まあ先ほども一番最初に言いましたけど、目の酷使の解消にはならないので、まあ、それを考えると、音声ブログとかボイスブログというのは、非常に健康に優しいんじゃないかなと思うんですよね。はい。ですので、まあ、二つ目の理由としては、肩こりとか腰痛、あとはその他もろもろ体の健康の話ですね。が原因ということ、理由ということで、アラフォーになったらね、音声ブログ始めた方がいいですよというお話です。はい。あとはね、まあ、自分が音声ブログを配信するという立場ではなくて、自分がこう、音声ブログとかボイスブログを聞く、利用する、リスナーとなって楽しむという、そういう意味から、観点からすると、音声ブログの方がね、時間の有効活用になると思うんですよね。どうしても人の記事を読むという風になると、ブログ記事とかネット上の情報を目で、テキストとして目で読むということになるとですね、どうしてもこう、自分の時間って取られると思うんですよ。でもその点、音声ブログであれば音声だけで声だけで理解できるもの、音だけで楽しめるコンテンツであれば何かをしながら楽しむということができるんですよね。もうこれ結構前々から何回も繰り返し言ってるんで、また同じセリフになるんですけど、まあ、例えば料理をしながらとかね、移動中とか、それこそ筋トレしながらとか、エクササイズしながらとか、ウォーキングしながらとか、なんかまあ、健康のね、ためのこうそういう何か行動アクションをしながらでも音声ブログなら聞いて楽しめると思うんですよ。やっぱりそれがね、テキストのブログとか、あとはまあ YouTube とか動画を見なくちゃいけないとか、そういうものだとね、なかなか難しくなってくると思うんですけど、音声ブログってやっぱりその点、耳だけで楽しめるので、耳だけで完結するコンテンツっていうのは、有効活用するのにいいんじゃないかなと思うんですよね。時間をね、こう、うまく使うことができるんじゃないかなと思うんですよ。ですので、まあ、アラフォーというかね、40代過ぎたらですね、楽しむのも音声ブログとかボイスブログとして楽しむのがおすすめですよと言いたいです。はい。あとそれとですね、今度はまあ音声ブログを配信する、ボイスブログをというか、音声コンテンツを作るという観点から見ると、結構ね、これはね、一番ね、自分としては一番短時間でコンテンツが作れるものだと思ってるんですよね。もちろんタイピングがむちゃむちゃ早い人とかは、パパパッとね、1000文字とか2000文字ぐらいの記事を数分で仕上げる方もいると思うんですけど、音声ブログって、やっぱり、時間として、作業時間として考えると、本当に音声、これを喋ってる時間だけなんですよね。もちろん、いろいろ編集したりとか、効果音を挿入したりとか、また取り直しをしたりとか、そういう場合はまたちょっと時間がね、ダブルでかかってきたりとかしますけれども、で、ブログを書くとか、例えば YouTube の動画を作るとか、そういうことに比べると、圧倒的に短時間でできるのが、これだと思うんですよ。音声ブログとか、ボイスブログですね。でしかも、かなり情報量、たくさんの情報を盛り込むことができるので、まあ、もちろんその喋るスピードにもよってくるんですけど、結構たっぷりのことを喋ろうと思うと、短時間でも、こう、情報をギュッと凝縮して届けることができると思うんですね。これをね、文章として書こうと思う、タイピングしようと思うと、かなり時間を取られると思います。でまた文章だとね、また見直ししたりとか、手間を入れたりとかね、メンテナンスしたりとか、またそれをアップロードするとかね、そういう作業とかもかかってきますよね。で、まあ、音声ブログもですね、別に
まあ、手をかけようと思えばいくらでも手をかけられるんですけど、私のように、私はこれ実際ほとんど取り直しというのはやってないですね。多少土地っていうか、どもっていうか、もうとにかくそのまま、できるだけそのまま配信してしまうという感じでして、途中にくしゃみが入ったりとかね、そういう時は取り直しすることがたまにあるんですけど、そうでなければ、もうほとんど編集もしなくて、そのまま、配信という形になるので、本当にこれを今聞いていただいている、例えばこれが20分の、ボイスブログだったとしたら、本当に私20分と、あとちょっとアップロードするのに時間がかかるだけで、それだけしか時間を使ってないんですね。ですので、非常に短時間でコンテンツができる、しかもそのコンテンツのボリュームを結構たっぷりのボリュームが盛り込めるというのは、なかなかすごくいいメリットだと思います。ですので、まあ、アラフォーとかね、まあ、そういう年齢に関わらず、忙しい方なんかは、ボイスブログサクッと作って、サクッと配信とか、そういうこともできますよ、という、そういう話でした。はい。では、まあ、今回はこんな感じです。アラフォーからは、音声ブログを始めるべき理由ということで、紹介してみました。どうでしょうか。まあ、これを聞いている方ね、もっと、全然まだアラフォーじゃないよ、という方もいるかもしれないんですけど、少しでもなんか心当たりがあったらですね、ぜひ音声ブログとかボイスブログのを始める配信を検討してみてはどうかなと思います。私も結構いろんな人のボイスブログとか音声ブログとか聞きたい方なので、たくさんの方がね、これから音声ブログとかそういう音声コンテンツ配信に参入されるといいなというふうに思ってるんですよね。はい。ですね、これからちょっとね、音声ブログ作成についてもちょっとお話ししていこうかなと思ってますので、もしよかったらですね、チャンネル登録とかお気に入り登録、フォローしていただけると非常に嬉しいです。はい、というわけでした。まあ、もちろん私、まだ、一応ね、現役のブロガーとしてブログ記事も書いてますので、ブログの方もよかったら、ちらっと覗いてみてください。というわけで、今回は以上になります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また。